B ダッシュね。あれ、まあ今、なんかやめてるらしいけど、最初のきっかけ、まあなんか売れたハングアウトかなんかだっけに出れたきっかけは、まあ俺のおかげだからね。まあ俺バンドやってたって言ったじゃないですか。スカッシュっつって伝説のバンドやってたんですけど、名曲もあるしね、ブーツキック in your face っていう曲なんですけど、まあブーツキックっていう曲でね、まあ顔面ブーツキックって、まあ直訳するとね、まあそんな感じだし、まあ my friend っていう曲とか、まああれなんか B ダッシュのちょっだっけ曲あるじゃん、ちょっと有名な、パクリだ、リフが。で、いつててー、つててー、つててー、一緒なんだ、あの、マイフレンドと。で、その時に、あの、ユータっつってね、まあ、僕ほどになるとゴンゴンって呼んでないんですよ。ユータ、ユータだよね。ユータって呼んでて、まあ、デモテープ私に来たらやってください、頼みます、お願いしますって、ギグアンティック渋谷の。だその時サイクロンとか屋根裏とかシェルターとかあったけど、俺らギグアンだったんでね。いろいろやってった時に来たんだよね、なんか。やらしてください、お願いしますって、坊主頭でさ。で、もっと坊主にしてこいって言ったの。で、したら、味噌汁って曲ね、デモテープに入ってたんだけど、ああ、やっぱな、みたいな感じだったんで。まあでも、まあデモテープすごい良かったし。で、なんか、まあ、配ったりとか、そういう、僕ら結構有名だったから、テレビ関係とかメディアとかね、雑誌媒体とか全部、いろんなドールとかね、ファイン、ウーフィンとか、ウーフィンちょっと違うかな、雑誌が。バンドやろうぜとかね、ギグスとか、あとなんだな、スマートとかね、クールとか、ブーンとか、いろいろ、そこら辺の雑誌、サムライとかね、で、ああいうハングアウト、テレ東だっけな、夜中やってたの。大貫健翔じゃねえや、光るか。DJ のあそこの人たちがやってて、まあ、このバンドいいんじゃないっつって声かけて、まあ、B ダッシュやって、でエンドレスサークル出して、フリーダムかな出して、丸とかポとかいろいろ出してて、まああんな感じで、トントンでいったって感じかな。最初はね、ハグキダッシュって名前だったんだけど、マジでダセーからやめろって言ったの。で、なんかさ、3人、3ピースだったから、マリオとルイージとさ、なんだっけ、ピーチ姫ちゃんお前らみたいな感じで、で、なんか、駆け上る階段みたいな感じでさ、B ダッシュみたいな感じでいいんじゃねえの、そのスーパーマリオで、つってさ。で、本当に、でもドッキリの子食ってさ、死んじゃったみたいな感じになっちゃったんだけど、わー、なんかあったよね。なんかそういうマジックマッシュルームとかそういう、当時、世の中で流行ってたの。ダメだ、ああいうのはね。ああいうの連想させちゃうから。でもそこがアングラとかサブカル感ですごい良かったんだよね。よくわかんない話になっちゃったけど。で、いろいろ取り巻きとか、周りのさ、チンピラとかクレードルとか、まあライオンとか、アンチコンミラクルツアーバンドとか、まあそこら辺もさ、CD 出せばっつって、まあファミリーっていうアルバムもさ、僕の、提案でね。なって、まあ、僕らは入んなかったな、あえて。そういうのあんまりいいとこ思って。で、ファミリー2でね、便乗してね。あんまり売れなかったけど、俺。やめろ。まあ、そんな感じで、まあ、B ダッシュはそんな感じかな。まあ、俺らのおかげかな。で、かっ飛ばせ竹下っていうのも、野球って曲あるでしょ。で、僕は橋田って言うんだけど、俺だから。別名。だあれは、かっ飛ばせ橋田なんでね。別名。まあ、PV もね、いろいろ、俺らも出せっつって。まあ、僕は当日ばっくれたんですけど。まあ、そんな感じだったんだけど、はい。全部嘘です。すいません。全部嘘です。すいません。失礼しました。